リー・ティエン・シェーンは、台湾人バイオリニスト。米国ボストン芸術学院大学院バイオリン、演奏修士卒業。現台湾有名のレアゲン楽器株式、会社営業部長、弦楽器に関する深い知識と磨き抜かれたセンスで、作品探し、メンテナンス等に関する、あらゆるお悩みをスマートに解決へと導いてくれる、頼れる存在。台北市出身。 1982年、両親ともに高校教育者の家に生まれ、3歳より祖母と父にピアノの手ほどきを受ける。早くに、添付の才を発揮し、台湾学生音楽、コンクールバイオリン部門全国第3位。2005年2月 NHK 公共楽団第1、コンサートマスター篠崎文則に支持する、同年6月国立台湾市販。 大学音楽学部卒業。2007年8月米国にわたり、ボストン芸術学院大学院に、全学小学生として、入学、1974年、パガニーニ国際コンクール現象を受賞者リリンちゃんと、ボストン公共楽団バイオリン奏者、ジョセフ・マクガウーリの門戸を叩き、また、グラマシー・ピアノ三重相談、ケプラー弦楽四重相談のメンバーに、 室内学を支持した。ボストン芸術学院で研鑽を積み、同芸術学院のオーケストラコンサートマスター、アトランティック交響楽団、純コンサートマスター代行を経て、留学中、米国サラソータ音楽祭、YouTube 交響楽団広報会、ナショナルオーケストラルインスティチュート音楽祭の特別小学生に選ばれ、マイケル・ティルソン、トーマス、アンドリュー・リトン、マイケル・スターン、 ジョセフ・シルバースタインなど、世界的指揮者と共演を果たす。ニューヨークのカーネギー・ホール、ボストンのジョルダン・ホール、ワシントン・コロンビア特別区のクラリス・スミス、演奏芸術センター、フロリダのサラ・ソータカ劇場で演奏する、ソロ、室内楽奏者、オーケストラ奏者として、米国各地にて活動。二0九年、修士課程を終了して帰国し、ゲプロのレアゲン楽器投資顧問と、 バイオリニストとして活躍。彼の演奏は美しい、美しい音色である。ボストン公共学団バイオリン奏者、ローラン・レフ・コーイッツ。ありがとうございます。